さてとっとっとっと買ってきましたけどね、まあ残念ながら大統領のタレはね売ってなかったけど、いいのは買えましたね。いや問題さんに本当大統領のタレこそなかったものの他の品揃えは良くて、まずは紹介したことあるやつからいくかな。また写真のっけとこかな、歯車のソースね。あの前にあの三ツ矢ソースって言って、あれは貝塚市行った時か、貝塚市行った時に大小で買ってきとったあの三ツ矢ソースと同じメーカーですね、歯車なんでのとんかつソースとか売っとったんで、あれ美味しかったんでね、また買ってみました。ちょっとまた違うやつみたいなんですけど、これまた美味しそうなんでね、行ってみようという感じでございます。ちょうどこれの看板のところで、歯車でソースってなんで歯車でソースやねん、どんなソースやねんって言っとったら買っとったソースがそこやったっていう、三ツ矢ってマークになっとって、よー見てみたら、品名のところ見てみたら、歯車ソース株式会社って書いてあって、あ、これか、これ作っとるところかって、めっちゃ俺うまそうって買っとったわ、ごめんなさいって。あとはね、まあまあこっちからかな。まあ、定番やね。オリバソース。でもこれ、あ、ね、なんで、よかってくると売ってないんだろうね。うん。うん。や、なんやかんや言って、この定番のね、オリバーソースやけど、実はこれも、関西方面でないと、やっぱり流通してない。そうや、カールあったっけ？しまった、カール見てなかったな。見てなかったね。そうや、うちであんまり、そう、スナック菓子いかんからね。うん。あとはなんか、万代名物っていうので、巻き寿司あったんでね。まあ、またちょっと、余裕あったら、つまんでこうかなと思います。まあ、また、後で食った時は写真撮っときます。でね、大事なこれよ。なんとね、普通に別に物産展でも何でもないのに、なんと、トカチのタレを取った。トンドンのタレですね。これ、ソラチの。どこに書いてあったっけ？ソラチはね、あ、そうそう、ここにね、こっそり書いてあるだけなんだけどね。なんと、ソラチのトンドンのタレを取って、これ、いいよね。ここ、ソラチは、あと、しゃぶしゃぶのタレとか、を過去に紹介してるかな、ないんやけどね。あの、めちゃくちゃうまいのよ、ここのソース系。あれがね、有名でね、マンボラチのスープカレーのルー作ってるっていう、あそこのソラチのところなんで、本当に、北海道でも、一部でしか手に入らない。物産展とかでも、これあたりとかやと、ギリ物産展で手に入るんだったっけなっていうと、あ、これはね、聞いたことあるけど。で、これは同じく、ソラチのやつで聞いたことない。吉見ソース？吉見ソースも全く聞いたことないね。今日ちょっとお値段したんですけど、いやいやもう、ソラチで値段するのはもう期待値でしかないんで、買ってみました。肉に合うらしいです。肉に合うソースとか、あと、淡路島の玉ねぎソースね。あれもめちゃくちゃうまかったですもんね。あれと同じぐらいかな、490円ぐらい。これ390円だったからだったんで。あの時もあの肉のためだけに作られた肉ソースっていうのがあって、あの、淡路島行った時に。あれもうまかったんでね。よいしょー、買ってきましたよっと。さあ、問題は大統領は売ってなかったということなんですよ。さあ、どうしようかな。大統領どうしようかな。あー、思いつくところがないんだよな、もう。大統領が売ってるところに入りやすくそうなところっていうと、もう、でかいショッピングセンターとかで、精肉専門店が入ってるようなところ、うん、町のお肉屋さんとかちょっとなかった時に、ちょっと気まずいやん。うん、あったら、まあそういうところの方がいいんだろうけど、精肉屋さん、精肉店。だね、あ、まあ、そうか、テナント名がピタのまんまになってるんだね、多分。ただ、ここ18時半で閉まるな。うん、ピタか。あとは、この、今いる近くだと、これどこだ？丸福精肉元町本店。これはもう商店街か。うん、元町大商店街の方だな。ああ、待って、精肉店の写真がある。ここに大統領の文字ないか。お、店内の写真があるぞ、ここ。うん、三重の特産のやつかな。朝日ポーズは売ってるけどね。うん、朝日、あ、でも朝日ポーズここも売ってた。あ、朝日ポーズあるんやったら、あれもうめえのよ。うん、鍋の時はほんといい。あの、めちゃくちゃフルーティー。うん、あっとるけど、あー、残念ながら、イカキューは売っとるけど、ないか。なさそうだな。さすがに精肉店系はね、中に入ってあったなかったっていうのね、なかったごめんなさいじゃんとね、ちょっとね、気まずいですからね。イカキュー系のところ、あ、これは違う、そこがやっとる料亭や。あかん、えぐいぐらい高そうやった。
いいお肉のお店。何いいお肉のお店。すごい名前やな。肉の向かい元。精肉店ね。伊賀牛だ。まあ、この辺り伊賀牛だから結構精肉店もあるね。あ、でも、ないか。写真には写ってないから怪しいな。あと、多分相当高そう。地元のスーパーマーケット。あ、っていうか、雑商店だね。で、あとはそのアピタのところがどんな感じかな。写真がない。写真がないけども、希望ありそうなところここしかないな。牛トララブリー。牛トラか。牛トラもそうなんだよな。倉持、この、とりあえずアピタのところかな。一番可能性ありそうなのは。倉持店はあの牛トラで今一番新しい店。新しいんだ、うん、新しいんだ。まだここの2年ぐらい。新しいね。まあでも流通センター一緒だから。そうだね、中に精肉店、テナントで入ってないもんな、そこは。大体そこで売ってるってなったら鈴鹿で売ってるってことになるから、全くもって検証違いになるからね、まあ、おめえ今まで鈴鹿の牛トラで何を見てきたんだってなるからな。うん、それは怖いね。アピタ行くか。アピタはその精肉店が入っとるらしいから、そこが一番良さそうだな。今名張の駅前とか桔梗ヶ丘駅前にあの近鉄系のスーパーでもないんだよね。ないっしょ、全部なくなってるっしょ、あの辺り。桔梗ヶ丘の辺りだったよな、前にあったよな。コープとかしかないね。多くは、どうだろうな。大桑ワンチャンあるけど、大桑の方がどうせ閉まるの遅いから、大桑とかで行く。まあ、ルート的にも、先に、アピタ、行った方が良さそうだから、アピタから攻めてみますか。はい、よし、今いるのがどこだ？ここで、そこの前のところを、ドーンと戻っていったらいいやな。ドーンと戻ってて、どこで曲がったらいいんだ、これ。何これ。倉持町原で。多分、走ってきた道。もう、どうなんですか。あ、すき家の先か。オッケー。もうこれで分かったよ。大丈夫。言うてね、地図見るのは得意なんでね。今のところを、果たしてどれぐらい編集してるかだよね、この動画。多分、サブジャンで一本にするからな、今ので。トレダカお化け。何が怖いってね、基準、要求品質が低ければね、何でも採用になるからね。